全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。コースタートは中ヘイソウナ。まず何がいきますか。早くも先頭5番ヒンゾロのチョウ、1番シバヨリスナガスキかわして先頭、4番エーマルク後位をキープ、7馬身相手3番ヘイソウナ、2番ラフロイム後方。冬の中山競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上。先頭は依然金ゾロのチョウ。各馬第3コーナーをカーブしていきます。 600m の通過タイムは34秒7。さらに1番シバヨリスナガスキ、4番エーマルク後位につけました。4コーナーカーブ、直線コースに入ります。ここから最後の直線勝負。後続各馬の動きはどうか。先頭金ゾロのチョウ、坂を登って金ゾロのチョウ、追い込み勢にはラフロイム。ここで先頭が入れ替わる。エーマル粘っている。ラフロイム伸びている。エーマル押し切って合輪。勝ったのはエーマル。鞍上は小牧太騎手。エーマルブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着ラフロイム、3着金ゾロのチョウ。